アーロン・ディ・ラルストーンはアメリカの登山家および演説家。2003年5月、アメリカ・ユタ州の渓谷で事故に遭い、岩に挟まれた右腕をナイフで切断することにより脱出したことで一躍有名になった。この事故は自伝として小説化され、2010年には127時間として映画化された。ラルストンはコロラド州、グリーンウッドのチェリークリーク高校を卒業し、 ピッツバーグのカーネギーメロン大学に入学、機械工学とフランス語を専攻し主席で卒業した。また副専攻としてピアノを学んだ。カーネギーメロン大学在学中、リサーチアシスタントとして従事したほか、海外に留学し、学内スポーツに汗を流した。その後インテルにメカニカルエンジニアとして勤め、2002年登山に専念するためインテルを退社。 彼の当時の目標は、コロラドにある1万4000フィートを超える山すべてに、トーキタ単独登場することであり、これは当時まだ誰も成し遂げていなかったが、その後彼はこの偉業を成し遂げた。2009年8月、ダルストンは、ジェシカ・トラスティと結婚し、2010年1月、最初の子供であるレオが誕生した。2003年4月、ブルージョン・キャニオンを歩いている時に、 渓谷内で挟まっていた岩が外れて落ち、彼の右腕前腕部に落ちて、渓谷内の壁との間に腕を挟んで止まった。ラールストンは彼の旅の計画を誰にも伝えていなかったので、誰も自分のことを探しに来ないだろうと考えていた。彼は自分自身の死を悟り、5日間で150ミリリットルほどしか残っていない水を少しずつ飲みながら腕を引き抜こうと試みた。 しかし800ポンドの夜明けにまだ生きているということに気がついた。その後すぐに挟まった腕をねじって力を加えることで前腕部の2本の骨を折ることができるのではないかと直感し、直ちに実行に移したが、彼の持っていたナイフが短かったために切断には1時間ほどかかった。彼はナイフのメーカーについてレザーマン製以外のものを使ったとだけ言って、 どのメーカーのものであるか言及していないが、15ドルの懐中電灯を買った時に万能ツールとしておまけでもらったものだと言っている。腕の切断に成功した後、彼は車を置いた場所まで戻らなくてはいけなかった。長く止まっていた狭い渓谷を脱出し、垂直の壁を片手で、懸水加工し、真昼の太陽の降り注ぐ中、渓谷を歩き通した。 自分の車を駐車したところまで8キロメートルほど離れていたが、携帯電話を持っていなかった。歩いているうちに、オランダから休暇に来ていた家族に遭遇した。彼らはラルストンに水を与え、救助を要請するために急いで移動した。ラルストン自身は、救急要請される前に出血多量で死ぬのではないかと思っていたが減少していた。これは、血液の25%にあたる。 偶然にも、ダルストンを探していたレスキュー隊が、ヘリコプターで着陸し救助された。腕を切断して6時間後のことであった後日、切断されて残った腕は、国立公園の管理者によって、岩の下から取り出された。トムブロコーによると、13人がかりで巻き上げ機と、油圧ジャッキを使って、岩を動かし、ようやく、ダルストンの腕を取り出すことができたという。腕は、 仮想にされた上で、ダルストンに渡された。6ヶ月後、NBC テレビでの事故の特集番組を撮影するため、彼の28回目の誕生日に、トム・ブロコウと共に事故現場に戻った。その際、自分の右腕はこの事故現場のものだからと言って、右腕の異界を現場に散骨している。コロラド州アスペンのインディペンデンスパス近くにある、 コロラド州中部の山にてラルストンは引き続き多くの山に登り続けており、2008年にはチリのオホスデルサラード、アルゼンチンのモンティー・ピシスに登頂している。2005年にはラルストンは14000フィートを超えるコロラドの53座すべてに冬季単独登頂した初めての登山家となった。1997年に登頂を開始し、 ブルージョンキャニオンでの右腕切断による中断期間を挟んでの達成であった。2008年デナリに登頂し、6194メートルの頂上からスキーで滑行した。2009年には友人たちを率いてグランドキャニオンを通ってコロラド側の川下りを観光し、同年タンザニアのキリマンジャロに登頂した。いつかはエベレストに登頂したいとラルストンは言っているが、 極地探検家であるエリック・ラーセンが主導して行われた2010年のセーブ・ザ・ポールズには帯同しなかった。ラルストンは事故の経験を書籍ビトウィーン、A ロック &A ハード、プレースとして2004年9月7日に出版した。2011年5月15日にはカーネギー・メロン大学の学位授与式に講演者として演説した。イギリス人の映画監督、ダニー・ボイルは ダルストンの実話に基づいて映画127時間を制作した。撮影は2010年の4から5月に行われ、2010年11月5日にニューヨークとロサンゼルスを皮切りに封切られた。ジェームズ・フランコがダルストン役を演じた。映画は各地の映画祭でスタンディングオベーションを受けるなどの喝采を浴びた。トロント、ニューヨークなどでは 右腕切断のリアルな描写のために気を失う観客が出た。映画はアカデミー賞において作品賞、主演男優賞を含む6つの賞にノミネートされた。ありがとうございます。